これは優秀だと信じたい。ああ。でも言うて3人か。ただ、土井清義が、チリアクタ州、なんだっけ、なんか持ってるはず。農業、提案力上昇の方策をひらめいてくれて、調査壁が軍事提案力上昇の方策ひらめくんで、これ考えるとめちゃめちゃありがたいですね。投与しときましょう。で、まあ、次の戦う先は、普通に考えたら大友が一番無難。なんで、まあ、大友攻めしときますかね。軍も正直無限に出るっちゃ出るんでね。とりあえずこれ、一旦時間進める必要もないか。一個一機起きねえのか、でも。一個一機起こしてやりてえな。まあでも、大友攻め、今チャンスだよね、明らかに。舞台めちゃめちゃ練ってるんで。正直、上杉とか攻める余裕ないしな。上杉。まだ同盟が長いし、武田は婚姻結んでるんでね。うん。これは、一応国力確認してからなんだけど、三好従属はできないということで、毛利従属。まあ、ないですよね。武に従属拒否してんのか、毛利。これは、大友家に対して、宣戦布告いたしましょう。お見せしましょう。わしが力になろう。で、まあ、近畿で、うちに従属してくれる従属のやつが、まあ、心中で確実に国土うちのものになってからで、遅くはないはず。じゃあ、海渡りましょう。どうあがいても勝てそうだな。織田軍。織田軍4万と、援軍で、毛利家から援軍借りて、この辺のね、先の方の城。まあ、こんなもんか ?1 万2000も、なんかお金使ってからの方が良かった気がするが、まあいいでしょう。6万。兵数上限が、どうのこう、6万いるか?さすがにいらんだろ。まあでも、ここ、オクラ城に攻めかかりましょう。で、さすがにこの人数いらない。4万ぐらいにしとく?先陣を切らせてもらう。でももう攻めるところないんだったら6万使っても全然問題ないんだよな。兵数少ないから、まあまあまあ、このまま行くしかないね。行きましょう。毛利あれか、武将数が多分少ないんだね。そして、当家に従属している六角家ですが、家臣として取り込んではどうでしょうかっていうことなんで、取り込みましょう。うわ、全然いねえわ、この六角。ご命令を。人が全然いないね、六角さん。で、従属で国土が増えましたが、三好は従属せずと。このまま行きましょう。そして、指揮なさらずとも我らの価値は揺るぎません。よし。シレフシ、従え。さすがに海に出てきた時点でって思ったよね。このまま行きます。まあ、大友はこうなってしまったらもう、おしまいよ。で、何人 ?3 万か。行くぞ。3万と言ってるが、ここは1万7000。まあ、問題なく戦えるでしょう。これはこのまま行きます。で、28日強行。すぐだね。で、ここさえ取ってしまえば、今度準権所が建てられるようになるんで、まあ、大友はどうにでもなると。そして、上杉攻めが始まったということで、まあ、これは、まあ、一旦上杉にはつくけど、上杉は同盟切って、そのうち攻撃するルートありかなと思っております。あ、取れた。じゃあ、これこのまま、高取山に、軍を出しましょう。大友くんは頑張っているようだが、何やら。もう、何もできまい。10日、9日、11。
まあ、9日というなら立花山向かいますか。軍がさすがに出れなさそうで辛そうですね。対して信長くん16日で落ちると言ってるんで、ここは信長に任せましょう。正直大友に逆襲はできたかなと言った雰囲気はある。で、兵が少ないところ行った方がいいと思うんで、秋月城とかちょっと向かおうかな。よいしょ。受け入れよ。で、臼杵も突破と。さすがにこのノリでバコバコ取れると思ってなかったが、取れたのならそれはそれで良かったということで、14000の方が兵練りづらいかなと思ったけど、兵が出るんだったら、ちょっと待って、不内観さ、防衛力 B だろ？参るぞ。こっちは？これ、こうやって見るのか、防衛力 B か。掛け城は今度、参るぞ。さすがに、国土分断を考えると、まあ、岡城にしとこうか、兵少ないし。これでいきましょう。ワンチャンね、大友が米なくなるっていう可能性もあるんで、10万でしょ？もう14万使ってると考えると、これ、米なくなる可能性あるんで、このまま行きましょう。そして、東堂高虎殿が養子を迎えた。へぇ、養子なんだ。表情を意外ですね。そして、表情。あー、長宗我部掟所。そして清義の農業提案力ね、清式変山っていう、この豊作系が上がるの強いんだよね、めちゃめちゃ。で、76持ってきたのお前、優秀すぎんひんか。これにて表情を終わります。よいしょ。じゃあまあ掟所絶対取るから、長宗我部掟所これ必要。兵糧し豊作か、これ必要だな。米足りてねえからな。まあこんなもんですね。まだ大国と当たってないからいいもののって言ってるけど、大友って大国か、もしかして。じゃあ大国と当たってんのか俺で。これ使っちゃうか。とりあえず借りた狼藉が優先ですね。やはり天下無二のものです。米が足りてないんで借りた狼藉を打ち、一個一気打てる。よし。大友家散々嫌がらせしてきてるんで、大友家に対して一個一気打ちます。仏面仏の怒りを恐れなさい。もったいないかな、こんなのにポイント使うの。いいね。結構な城で起きたんじゃない？じゃあ時を進めます。これで城の人数が1になってるんで、多分速攻で取れるんですよ。相手にも容赦はしないぜ。じゃあ、ここだと11で、こっちだと6日。ここはヒグマは絶対取りたいね。で、そこ29000円やろ。行くぞ。多分掛け城か、掛け城の方が良くないか。でも掛け城で戦うと打ち不利だな。これは進め、岡城突破、絶対突破しないといけないって感じか。そうですね、そうしましょう。で、城めちゃめちゃ取ったんだけど、どう？まだですか。まあ、しばらく待ちましょう。このまま行きます。この城、我らがもらい受け。よし。分断成功だ。いざ、参る。先陣を切らせてもらう。で、大名まだできるね。国衆将兵撃てるんだったら撃っとこうか。やはり天下無二のものですね。これはかわいそう。これでもうゴリゴリに乗っけてるんで、一気に大友やっつけられるでしょう。で、何何？用立てをしてほしい。あ、全然いいよ。金余ってるんでね。そして上杉対北条。あ、北条が勝った。さすがに上杉謙信じゃなくなっちゃったからか。で、まあ大友と織田っていうことで、これ指揮取りましょう。さすがに指揮取らないとね、見どころがなさすぎちゃうから。
そういった目的じゃないんだけどな。まあまあまあいいでしょう。ということで我らの対面に賛同して近隣の者たちが馳せ参じておりますということで4000人増えましたね。ということでこちらが私の軍。あ、てかほぼ織田軍ですね。うん、織田軍、一時期の織田軍みたいなのが出てます。対して敵軍です。敵軍は大友総理のみといった形で、兵装鉄砲をめちゃめちゃ持ってるんで、うちどうあがいても勝てると思いますね。まあいかに兵を減らさずに戦えるかが重要になってくるかなと思います。はい、ということで今回の作戦なんですけども、今回ちょっとね初めての試みということで、作戦で10面埋伏っていうね、これ竹中半兵衛がいる時にしか使えない、まあ、戦法になる、作戦かになるんですけど、これ使ってみたいかなと思います。まあおとり隊、まあ、今回は明智光秀隊が敵を挑発して奇襲ゲージを増加し敵の兵数と士気を低下っていう、まあ、よくわからない能力なんですけど、まあ、これちょっと使ってみたいなということでこれやっていきたいと思います。まあ、あとはね残ったポイント適当に使いました。まあ一応のろし状は置いてありますが、それではバトルスタート。丘の戦い、俺に続け。でこれね雨降っちゃってるのが本当に痛いんだけど、始めましょう。まあ、これはしかない。でとりあえず軍をな並べるところからかな。どうなるかよく分かってないんですが、覚悟は良いか。始めよう。まあ信長隊も出すか。行け。ご命令を。で、鉄砲隊ね、覚悟しろ。まあ多分こう動いとくのが正解なんでしょう。ようわからないんですが、始めるぞ。じゃあ、ちょっと時間を進めて、まず部隊を動かすところからかな。で明智光秀隊ちょっと前出しとくかな。おとり隊が敵を挑発するらしいんで、ご命令を。始めるぞ。ただね雨が降っててちょっと作戦には向いてないのよね。始めるぞ。覚悟してもらおう。10面埋伏とかまあできると思うけど、なんで狐火引っかかるし、うずめ火か。始めましょうか。まあこれぐらい前出てけばまあいいでしょう。とりあえずは雨がつらいな。光秀隊がこれは使っちゃっていいのか。使ってみます。各隊準備完登で、おとれ隊で敵を押しつけ、埋伏隊で一網打尽を狙うとしましょう。覚悟してもらおう。これでいいのか。埋伏隊頑張ってくれんの。覚悟せよ。おとり挑発は入ってるけど、まあ、とりあえず軍出してみるか。なんかおとり隊が仕事してる感じはしないんだけど。ご命令よ。始めるぞ。もうちょっと前出しとく。このままだと動けなくなるし。始めるぞ。こんなもんですか。でこれちょっと後ろ下げつつ、キリンジあんまり能力入ってないこれ。ああ速度上げるのは重要なんでちょっと速度上げときますか。よいしょ。10面埋伏あなたに見切れますか。ああこれ奇襲を入れると、あ強い強い強い、そういうこと。奇襲が入るとこれそのままあれになるんだ、兵数低下が入るってことか。あじゃあもうぶつけた方がいいじゃん、ガンガン。行け。ぶつけまーす。覚悟しろ。始めよ。やるだけやってみます。覚悟は良いか。よいしょ。雨もなんか止まないし。よし。どこに隠れていたっつって、兵がおとり挑発使ってるが関係ない。これは奈落。動けまい。
ちょっと待って。ご命令ください。始めるぞ。いけ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 。位置よ。これで叩き潰してくれ。やりたい。敵隊壊滅。一部隊壊滅です。ご命令を。ご命令ください。ごめん。雨が止まないのがうざいが、これはしゃあない。叩き潰せ。敵の居場所が知れました。10面埋伏が。で、これはキリンジ撃つべきか。キリンジ。その首。火力上げます。我が策。速度と火力を上げましょう。いけいけいけ。やりたい。まあ2部隊入ったから強かったね、能力としては。奇襲を入れられるっていう。で、200ぐらいそれぞれ入ってたんで、触るだけでね。それを考えると非常に優秀かなと言った感じではあるが、あーもうちょいなんかできなかったか。始めるぞ。ご命令よ。ご命令よ。これ以上ちょっと動かすか。ゲチを始めましょうか。よいしょ。まあ、一部隊壊滅、まあ、これはしゃあない。よし、引くぞ。行け。こうだな。でお前ちょっと下がっていいぞ。下がりながら戦え。やりたい。前。始めるぞ。ここを叩くか。前。よいしょ。ご命令ください。始めるぞ。ご命令。行け。ご命令。命を。始めよう。頑張って引いて。このままではいいね。頑張ってる頑張ってる。その感じで引いてくれると助かるな。足軽隊踏ん張れ。やりたい。前。規制崩し、まあ、強いが強いがって感じだな。始めるぞ。よいしょ。大返し打つ必要もないな。覚悟しろ。信長の大魔王とか打ちたいところか。よし、誰かが破れると。大魔王、第六天魔王。速度、ああ攻撃防御、これは上がるの強いわな。覚悟せよ。まあ、こんなもんか。まあ、でもどうあがいても多分もう勝つ未来しかないんだけど、まあ、一応な。ご命令を。いけ、やれ。ああ総輪隊が先にやられちゃったか。全部隊壊滅させてからの方が美味しかったんだけど、まあでも十分ですね。勝利。シレフ氏従え。いいね。もうちょいなんか今くる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 落ちてたから、それ見てからの方が良かったか。よいしょ。そして二人登用できたものの、岡城人が多いぞ。あ、でも34日交渉ができる。これ3日待って交渉だな。1、2、こんなもんか。あ、交渉消えてるし。交渉出しとけよかったけど、これ多分、援軍が出たってことね。厄介ですね。まあ、でも、これこのまま行っていいでしょう。我が大友に一片の隙なしで、白井谷城33日。これも2日待って交渉かな。交渉、これでパパッと全面解放。ダメか。交渉で落ちれば楽なんだけど、そんなに楽ではないみたいですね。これあれだな、島津と同盟結ぼう。多分その方が賢いですね。そして、あ、当家に従属している旗の家ですが、家臣として取り込んではいかがかというようなんで、取り込みましょう。旗のはどうなの？あー、まあまあですね。この人優秀ってなんか聞いたことあるな。
丹波の赤鬼だもんね。ありがてえ。そして、お、つつい。これ、左近がいる？左近。ああ、いいね、島左近。まあ、こいつだよね、もはや。こいつ以外は何者でもない。ご命令を。で、義久さ、同盟結べんの？承知いたします。わからんな。結べんなら結びたいけど。で、結構国を手に入れたんで、どうかな？おお、来た！三好従属！承知いたしました。三好従属はありがたいね。で、国力今、どんなもんか？まあ、1位だけどって感じか。まあ、上杉攻めはまだ先なんで、とりあえずのんびりやっていくしかないのかな。お米もそろそろなくなりますね。よいしょ。で、なんか来るって言ってるんだけど、勝ちは揺るがないということで。知れ伏し、従え。信長が天下。で、信長対。交渉ができるはず。よし。交渉だ。頼むぞ、光秀。江上なんちゃらってやつを、まあ、全面でいい。よし。我が野望。これで、一応国土分断には成功してるんで、このまま行けば、まあ、サクッと落ちてくれるんじゃないかな。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。